週明け月曜日の今日、晴れるところが多いんですね。ただ今日は貴重な日差しになりそうです。こちら今日の朝9時の予想天気図ですが、高気圧があります。日本列島基本的に高気圧に覆われていますが、太平洋側は東寄りの湿った風が吹き込んで、一部で雲が広がったり雨の降るところもありそうです。では現在の状況を確認しましょう。現在皆さんからの天気の報告確認しますと、晴れているところが多くなっていますが、関東北部山沿いの一部、そして紀伊半島南部の一部で弱いながらも雨の報告をいただいています。では今後の予想を見てみましょう。この後の天気分布予想ですが、関東地方少し雲が広がっていますが、だんだん日中は晴れてきます。このため全国的に晴れて日差したっぷりになりそうです。ただ紀伊半島などは一部曇りや雨です。また関東は夕方以降再び雲が広がりやすく、千葉県など一部では雨が降るところもありそうです。この先の1週間の予報になりますが、明日あさってと少し晴れ間が出るところもありますが、ごく一部のエリアになりそうです。でその後曇りや雨のところが今週は多くなってきそうです。今日の日差しはかなり貴重な日差しになってきそうです。この日差し有効に使うようにしてください。詳しい予報はウェザーニュースのアプリでご確認ください。